エルダー・マクソン。パラディン、任務は計画通りに進んでいる。よくやった。次のターゲットはリアクターだ。我々の行く手を阻むものがあれば排除してくれ。人だろうと機械だろうと、ターゲットに達したらこれが必要になる。核融合パルスチャージだ。これをリアクターに取り付ければ安全距離から遠隔操作で爆破できる。インスティチュート全体を根こそぎにするよりもっと強力だ。イングラムはここに残って、仕事が終わったら我々をテレポートで脱出させてくれ。装置をうまく動かすんだ。パラディン、アドビクトリアム。
恐れていた。お前の勝ちか。正義敵は。待って、ここよ。ここにいるのは誰？者、警報！のために出動した。急攻撃よ。ここだ。こっちだ。あっちだ。あそこだ。リアクターの場所が分かった。アドバンスシステム局からアクセス可能よ。ただそこには行けないわ。セキュリティのオーバーライドは責任者のターミナルからしかできない。彼の部屋にアクセスしないと。もう会うことはないだろう。リアクターを見に来たのだろう。あなたなしで動かしたのだ。俺はここでリアクターを爆破する。インスティチュートを葬り去る。少なくとももう当てっこゲームの必要はないな。横になったところで十分ではない。死ぬのだ。それでどうするつもりだ。全てを破壊するのか。ならば教えてくれ。どんなに高潔な言い訳を使ってこの極悪非道な行いを正当化するんだ。大義のためだ。連邦には自分の運命を自分で決める権利がある。バカな。ずっと地上で暮らしてきたのだろう。私同様あそこがもう終わりだと分かっているはずなのに。まあもうどうでもいいことだ。きっとあなたは仕事を成し遂げ、人類の未来への最大の希望を破壊するのだ。残った唯一の疑問は、あなたがそこに立っている理由だ。後悔しているのか、それともほくそ笑んでいるのか。ショーン、手を貸してくれれば死者が少なくなる。
どうだ、手を貸す理由があるのか。インスティチュートの人々は地上では長く生きられない。特に俺が狩るとなれば。そうしない理由をくれ。いいだろう。私の背後のターミナルだ。アクセスコードは9003。それで人造人間の一部が動かなくなる。さあ行け。もう出て行ってくれ。ショーン、どうか出て行ってくれ。これ以上言うことはない。地獄で会おう。連邦の残りと一緒に。あなたがそう仕向けたんだ。までの道は確保できたようね。それから補強部隊が到着したことを喜んで報告させてもらうわ。敵のセンサー読み取りを検知、発見。見失った。さようなら。何かいるぞ。エリアをターゲット発見。指定された避難場所。移動検知。興味深い。ご協力を。誰かいるのか。さあ片付けよう、パラディン。さあ行こう。あれはなんだ。急げ。ここだ。撃ち殺せ。天使から逃れ続けるのは不可能だ。
いいぞ、パラディ。あとはこの場所を運命に任せよう。プロクター・イングラム、聞こえるか？任務は完了した。ここからすぐに脱出させてもらいたい。